ノースミネットです。ファインディングパラダイズ実況プレイ続きやっていきますか。前回ですね、あれからメメントしたんよね。帽子からメメントしまして、あれっていうのが航空会社の、言ったら帽子なわけですよ。で、そのメメントを使って幼少期に来たところからスタートとなります。やっていきましょう。ほら、早く聞いてみなって。どうやったら慣れますかとか聞くんやんな。すいません。旅客機のパイロットさんですか？いや、ここは市営の小さい空港だからね。旅客機は乗り入れてないよ。自分はチャーター機のパイロットだけど、飛行機を借りたいのかな？僕、飛行機の操縦を習いたいんです。教えてくれますか？早期教育希望か。それならパイロット養成スクールに相談した方がいいんじゃないかな。この先の通路を曲がって廊下沿いに進むと、運行管理センターがあるからそこで聞いてみるといい。ね？聞いてみるもんでしょ？ああ、これがきっかけに、ね、なるかもしれへんわけやんな。いやーでも、ヘイ、いいね。いい子だね。ちゃんとさ、幼馴染のこれやりたい、あれやりたいについてきてるわ、くれてるわけですからね。それをあんまり今の記憶に出てこないっていうのは、なんかおかしな点やんな。お？がー、また引っかかった。このポンコツ自販機め。よくある。たく、毎回毎回。自販機とか多分、あ、え、何？自販機とかはね、よく詰まったりするよね。2個とか3個とか出した時になんか浮いてるけど。うえ。何？これ。後で授業を受ける人たち用に、航空力学的にはもうちょっと頭が小さい方がいいんじゃないかな。いいの。その分お尻から出るジェットの推進力がすごいんだから、おならでな。おならの力で、まあ移動してると。まあ誰か物好きな人が気に入ってくれるかもしれない。あ、こういう漫画あったな。待って、動けなくなった。おい待って、積んだ積んだ。ここで積むの？おい。嘘だろ？絶対、あれやん。位置がさ、変わったからやん、フェイの。マジかよ。なんか方法ないんかな？なんかない？移動できるとかないの？いや、なさそう。ちょっと待ってや。一回ロードするか。2のところ開かへんねんな。そんなに長くない？幼馴染。ここからかな？ちょっと時間がかかりましたが、戻ってきます。ここでフェイに話しかけたら、今浮いてるわけやから、位置が変わるわけで、突っかえて積むと。つまり、こっちから話しかけないとダメなのね。で、このおならの力を使って、こいつが飛んでるっていうところまで来まして、あれやっぱ積むな。あ、ちょっと、あ、積む。横からやったらいけないか？横から話しかけたら、なんとか、いけない？いけたー！あ、いけた！おー！ちょ、一回セーブしよう。ちょ、感動！こんな重たいラグの中でやってられんて。じゃ、一回手動セーブして、やり直そうぜ。うわ、ようやくいけたぞ。バグとの戦いもな、楽しんでいけよ、お前たち。あ、じゃあ、セーブできない。え、セーブできた？セーブできてんな。オッケー。ロードします。いいか？バグもちゃんと感動の要素の一つに入れていけ。二つ、メメント回収したから、あと、二つ回収しなあかんねんな。ここや。確かにパイロット、養成コースありますし、あなたにも受講資格ありますけど、かなり費用がかかりますよ。何か、方法はないんですか？私の権限ではなんとも。でも、オーナーに掛け合ってみたらどうかしら。今、休憩時、中で席を外してるけど、戻ってきたら面会できるように私から伝えておきます。オーナーって、この空港全部の？ええ、ここはオーナーのファミリー経営なの。オーナーの部屋は廊下の突き当たりよ。あんまり広くないところって聞いたな。聞いた？ファミリー経営だって、どういう意味？ファミリーが経営してるって意味に決まってるじゃん。それと多分、マフィアが絡んでるね。マフィア？聞こえてますよ。何の話かわからないけど。そう、ゴッドパパに出てくるみたいな。よし、早速会いに行こう。勘違いしたまま話が進んでいきます。子供ってやつは。よし、3つ溜まっていく。あともう1個、ためなあかんねんな。鍵がかかってる。ここかな、先は。
メメント4つ手に入れて、あの鍵の先に行くんじゃない？よし。これがゴッドパパか。君かね？私に用があるということは。すいません、僕、殴り込みに来たとかそんなんじゃ。そんなことは分かっている。実はいい人ってオチ？聞けば君はパイロットになりそうじゃないか。なりたいそうじゃないか。街で噂になっているぞ。はい。なりたいです。街を挙げてこのコリンの将来の夢聞かれてんの？狭い街やな。だが君には経験がない。はい。ふさわしい経歴も。はい。おまけに金もないときた。ありません。にもかかわらず君は私の実の娘の、実の娘の飛行技能試験の日に突然やってきた。あ、別に関係ないんか。びっくりした。あの、ソフィア、フィア、フェイか。フェイのお父さんかと思った。私の実の娘の飛行技能試験の日に突然やってきて。私の便宜を図れという。誘いを受けたわけでもないのに、私の施設を使わせろと。君は侮辱してるのかね？私と私のファミリーが経営するこの空港を。こんなん言わんくてもいいよな。コリン、腕っぷしは強いですっていうの。空港の仕事手伝いますって。腕っぷしにはそれなりに自信があります。おお、働く気があると、そういうことかね。そう、そういうこと。はい、そういうことです。なるほど。面白い提案だ。いいやんね、子供の夢ぐらい、ねえ、聞いてあげても。確かに近々数名の欠員が出る予定ではある。人手があるに越したことはない。いいだろう、その申し出、受けてやってもいい。人手不足の世の中やからね。リカルド、アマレットサワーをもう一杯頼む。アマレット抜きでな。アマレットサワー、アマレット抜きって何？アマレットがメインじゃないの？アマレットが何かわからんけど。ただサワー、炭酸水とかじゃないの？ではこそ、お前には私の下で働いてもらう。そして稼いだその金でフライトトレーニングの費用を賄うだ。1フライトごとにな。ほら、俺行って、さっと下がる。ご親切にありがとうございます。とんでもないリスとかがついてたらどうする？ね、うまくいったでしょ？ん？っていうか今のってただバイトの面接受けただけじゃ。いいからこれでコリンは実質ナンバー2なんだから。止まった。これも誇張された記憶ってことでいいのかな？イタリア人への人種差別にならない？大丈夫？国自体違う人なんか、イタリア人は人種じゃないわよ。それにしても今回のクライアントの記憶、若干創作色が強すぎる感は否めない。これ、コリンの創作やったんかな？確かに妄想癖がすごいみたいなことは言っててんか。確かに面接にしては内容がちょっと面接感なかったよね。8歳の頃からあんな名画見てたせいじゃないの？とりあえずドンが何か使える物を持ってないか調べておこう。初めての仕事。あ、なんかあるじゃないか。あ、待って、アマレットサワーなんか出てきた。あ、フリーズしたフリーズしたー。おい、なんでここでフリーズする？おい、ただドンが飲みたいものを調べようとしただけなのに。いいか、バグと共にあれ。バグも演出の一つな。オッケー。アマレットサワーだ。準備を始め、これ準備を始めろしたら。あ、いけた。よかったー。お願いな、ここでフリーズしんといてな。サワーでいかなあかんねんな。難しくね、か？こうやんな。これで 50% やろ？じゃあ、上にやっていけばいいんじゃないの？これでどう？これで 100% になるやろ？オッケー！ビビるね！くでー？いや、メメントをさ、押した時って基本的にバリアみたいなの出てくるやんか。このアマレットサワーっていうのは出てこないのね。何これ。結構いいとこ来たぞ。やっと南国っぽいところに来たな。お待たせしました。アマレットサワー。アマレット抜きでございます。さて、アマレットサワーのアマレット抜きってただのサワーじゃないの？ありがとう。やっぱこれに限るよ。なんか俺の見方が間違ってる？そして奥様には、アマレットサワー、サワー抜きでございます。それただのアマレットじゃないの？まあ嬉しい。本当に作ってくれるなんて。違うのかな？でも色的に違うよな。レモンジュースそんなに飲めるの？昔からこれに目がなくて。
しかし本当に来たんだな。子供の頃から憧れの場所だったんでしょ。どう、想像通りだった？まあちょっと期待が膨らみすぎた感もあるけれど、でもとても綺麗なところだ。ソフィアはどうなの？あ、ソフィアになったね。フェイからソフィアに。貯金の半分をつぎ込んで遅めの新婚旅行なんでさ、もう今更そんなこと心配しなくていいのよ。お金ならまたすぐに貯まるわよ。この休暇が済んだら、演奏会が目白押しだもの。目白押しであってるよね。目白押しだもの。それにあなたも新しい仕事が始まるじゃない、旅客機パイロットさん。気が早いよ。実際に勤務が始まるな、もう少し先になるかもしれん。相当さ、あの旅客機パイロットのあのアルバイトしてたんかな。結婚してずーっとやってようやく旅客機のパイロットになったって感じか。それにしばらくは給料だってそんなに良くない。いいじゃない、かっこいいサングラスかけられるんだから。夢を応援してくれたソフィア、めっちゃいい子じゃない。先週マリアに相談したの。時間の融通は効くようになりそう。そっか、それじゃあ準備万端だな。ええ、バッチリ。そんな旅行、こんな旅行、この先しばらくはお預けね。お預けになった分、いつかおチビにまとめて埋め合わせしてもらうさ。でも今はこの旅行を思う存分楽しまなきゃな。それじゃあ残りの休暇に乾杯。乾杯。ああ、後悔、決まらなかったスタート。ああ、結婚、新婚旅行の一番最初にミスっちゃったのね。いや、これは確かに後悔するかも。俺を男として。ちょっと同情するかもしれへんな。でもさ、老年期のところのソフィアは、あんまりフェイに似てないなって思っててんか。でもさ、こう、どん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 真ん中に行くにつれて、このフェイとソフィアの性格が似てきてんねんな。どっかで変わったって言っても過言ではないねんけど、どん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 似てきてるっていうことは、やっぱりフェイとソフィアは同一人物なのでは？なかろうか。マシュマロは焼いてる？何を焼いてるんや。あ、南国楽しんでるね。ほら、コリンも水そんなに冷たくないわよ。めっちゃ見てる。マシュマロ焦げるぞ。やっぱマシュマロやったんや。めちゃくちゃいいやん。新婚旅行ハワイ。新婚旅行ハワイは暑いね。なんかでも定番感はあるらしいけどな。まあ俺にはあまり縁のない話やったな。どうしよっか。こっちはいけるとして。でも5つ必要やねんな。メメントを破壊するメモリーが。メモリーが5つ必要って考えたら、こっちに何かあるんじゃないかって思ったけど、何もないと。ならば行こうじゃないか。二人のハウスへ。あ、寝顔見てる。二人分陣取ってる。でもこういうのが幸せだったりすんねん。いや、起きてる？だからレモンジュースにしろって言ったのに。決まらなかった後悔。それ以外の部分はあんまり後悔してなさそう。全部うまくいってんやな。またハイビスカスだな。ここなら熱帯植物があっても不思議じゃないわよね。あー、ハイビスカス。新婚旅行の思い出か、これ。まあでも、いや違うな。新婚旅行の思い出でもそうなんやけど、ハイビスカスがここにあって、またって言ってるし、これよりも前の段階でハイビスカス知ってるわけやもんな。あんま関係ないか。川？めちゃ幸せそうやん。もう一個がどっかにあるはずやねんけどな。もう一個が見つからんな。あ、これ、あれか。ガラスか。よう思えば。待って。まだ調べてないものがある気がする。ここに留まる。まだ調べてないものがある気がする。調べてないものがある。あ、これか。こっちか。横のジュースかと思った。何も書いてない紙だ。コリのやつ、詩でも書く気かな。思い出を紙に書くつもりやったんかな。まあでもこれでようやく揃ったね。ねえ、最初のシーンのテーブルにメメントがあったわよ。ああ、なんでさっき教えてくれなかったの。一緒のことじゃない。どうせメモリーリンクを全部回収してから戻らないといけないんだし。あったね。
また同じルートを逆戻りか。ビーチを散歩できるんだから文句言わないの。ループできる機能があったらな、ループっていうかワープかできる機能があったらいいけど、まあやろうと思えばできるんやろうけどね。まあせっかくなんで南の島堪能しましょうや。ここら辺とかは全部うまくいったのにね。こうコリンからしてみれば唯一一つだけ の後悔があるんやな。まあああすればよかったこうすればよかったっていうのは人生に絶対あるよね、こういうの。よし行くか。神で行くの？難しい。難しくないか。難しいわ。上向いた。あ、変わるってこと？ん？こうして変えられないんか。あ、上になってるやん。じゃあこうじゃない？あらららららら、一個ないね。こうか。で、こうか。よし。横をたどる道、変化させていけ。起動させていきます。あ！ついに、バイトさせてもらえるようになったんや。そろそろ売店のシフト交代だぞ。はい、すぐ終わりますんで。何歳ぐらい？ 16 歳ぐらい？宿題やったの？客が途切れた時にやるよ。ずるーい、最高。そっちこそ自分の宿題済んでるの？何歳ぐらい？ 16 歳ぐらいやんな、多分。だいぶ成長してきたんじゃない？コリンも、フェイも。どこのタイミングでさ、フェイからソフィアになるのかめちゃくちゃ気になるよね。まだ先な気がするけどな。でも今第一章やろ。だって今どこまで行ってんの？こことか開かないよね、ログ的にさ。幼なじみとかから一向に進んでないねんけど。でもマーク的にはまだ行ってないんかな。そろそろ第2章、第3章まで行く気がするけどな。なんか前作の、トゥーザムーンよりかは、結構ボリュームある感じなんか。よし、行きますか。さて、ファミリータイプのやつやんな。家族で経営している、このロード画面のやつじゃないの？ああ、ついに、あれの飛行機出てきたんじゃん。ロード中のさ、飛行機のやつ。なあ、最近入ったあのガキ、全然喋らねえのな。うわ、きちぇー。ま、仕事はちゃんとやるからいいんだけどさ。あいつ午後からフライトの予定入ってるだろ。だな。でも今、意気故障中だろ。誰かが対応パンクさせちまったさ。だからキャンセル出ねえとあいつ止めねえんじゃねえ。そもそもあいつさ、インストラクターいんの？知らねえ。ねえ、あの人たちコリのこと話して、って感じやな。職場とか、こんなさ、16歳とか15歳のさ、子供相手にそんな、なあ、協力したりよって感じするけど、ちょっと違うんかな、環境がな。わかってるよ。いいから黙ってて。まあ、それ見返してやるよ。コリン。まあ、俺たちは見返してやれることを知ってるけどな。旅客機に行くわけやから、最終的には。うわ、またこれバグりそう。不安。こっちから話しかけていい？めっちゃ不安。んぐぐぐぐぐ。必ず、だ。お？引っかかったところを内側から外せば。おお、あんたすげえな。もうずいぶん長くここを勤めてっけど、そんな技俺にはとても思いつかなかったし。あんたあれだな、自販機って名付ける大魔術師だな。いえ、いつも掃除してるから知ってただけで。あんまり掃除いいのかこいつらは。下の者がやれよ的な、そういう制度がある？レジもやらなあかんの？はい、24ドルね。細かくてごめんなさい。ええ、全部1セント玉。ゆっくり数えて。私全然急いでないから。いる、いる、いる。レジとかやってたらな。
1円玉50枚とか出してくる客な、います。あの新人だろうがこいつ嫌いやなって店員に出してくるやつとかな、います。かわいそう。ついにコリンも大人の世界に来てしまったな。それで決心したのか。まあパイロットを目指すきっかけなんてのは人それぞれなんだろうな。バリーさんは、ここの教会になる前はアクロバット、はい、セリフがエンジンからスモーク出して字を書くやつですよね。すごい。おうよ、みんななかなかの腕前だって。なのにクビにされちまってよ。あ、みんなあの一時停止してみてください。これ勝手に済むんですよね。どうして？差別だよ、差別。俺が学校中、曲芸飛行の腕じゃタイで俺が一番だったってのによ。うわ、ダメだ。ちょ、早すぎる。ちょ、マジで。思い出すだけで腹渡煮えくり返ず畜生。確かに。ひどい話ですね。じゃあ、いつか僕が空に、メッセージを書きたくなったら、バリーさんにお願いしますね。ありがとうよ。自販機の件だけでも感謝してない。俺にまた生きがいをくれるっていうか、視界まで立ててくれるなんてよ。これ、インストラクターとして、なかった。よかったわね。何が良かったのか分かんない。じゃあ全部を理解しようとはしないで大丈夫だと思います。なんとなくこういう会話があったんだねみたいな。どこでも寝るんやな、フェイは。でもこういうさ、こうどこでも寝るんやねみたいな描写がさあ、でもソフィアの時もあったか。寝てたもんな、ハワイのところで。ほんとどこでも寝るのよねって言ってる。やっぱこれ二人確定やんな。ここは空港での仕事とフェイが飛行機の翼の上で寝てしまったことについてぼやけた文字で綴られている。会話はないと。この後どうなんやろな。どのタイミングでフェイからソフィアになるのかっていうのが楽しみ。何今の。ん、今風が吹いたよな。なんか通り過ぎてったよね。まただわ。メモリーリンクが一つ足りないのに、データ上はこのエリアをもうすべて調べ尽くしたことになってる。なんで？何かの表紙にコリンの記憶が読み覚まされてるのかもよ。そうね。見落とさないように注意して見ておきましょう。何か一つが足りないのか？あ、扉が開いてる。ここさっきは開いてなかったのに。ニールの仕業？だとしたらエヴァは気づかないはずないでしょ。俺ずっと真後ろにいたんだからさ。てか、俺なんでエヴァの真後ろに付きまとってんだ？自分でもよくわかんないんだけど。誰かに操作されてる？俺が操作してるんやけどさ。俺が操作してることがバレてきてる？もう一人は？なんかいるねんな。記憶にたびたび登場する。正体がわからないかが。何これ？わからないけど。これがこの記憶からの出口みたいな。さっきのは関係ないんや。あ、さっきのあれメモリーリンクじゃないんか。じゃあ何？俺たちが先へ進む方法を探り始めた途端、なぜか出口にアクセスできるようになったってこと？先へ進む方法を探り始めた途端、なぜか出口にアクセスできるようになった。確かにおかしな話やね。だから先回りされてるよね、誰かに。しかもわざわざこんな怖い演出付きで？私だってよくわからないわ。でもここしか行ける場所がないのは確かよ。行きましょう。飛び降りるわよ。はあ、俺それ見るのも無理なんですけど。確かめるにはそれしかないの。それで行くよ。3、2。だから押すなって言ってるでしょうが。今誰かいたよな。は、押してませんけど。許さねえかんな。なんかいる、やっぱり。この2人の他に。あの医者かな。あ、ニール無事？無理、もうほんと無理だから。大げさね。ん、見て、中に飛んでる2人がいる。お、ついにフェイとワッツが、ワッツじゃないわ、コリンが。無理、ほんと無理。大丈夫だよ、死にゃしねえから。バリーいい人やな、マジで。よし、あそこに滑走路が見えんだろ。あ、はい、多分。んじゃあ進入体制取るぞ。最終チェック忘れんなよ。燃料混合比はこう。プライマーはロック。ゼロ、ヤンキー、ロメオ、滑走路2、1への着陸を許可。ゼロ、ヤンキー、ロメオ。高度が高すぎるな。もうちょいフラップ下げろ。
うわ、俺なんとなく読めたかも展開。これうまく決まらなかった後悔みたいな。速度の注意、軌道下げろ。うん、操縦変わろう。ああ、助かった。初フライトがうまくいかなかった後悔出てきます。これ俺の予想。見て、着陸するみたい。うまく着陸できた？まあ変わったもんな。よかったね。生きてる？いや、ダメだ。俺は死んだ。これが終わりか。さっさと解きなさい。この。はい。なんて？文字化けしてたな。汚い用語を使ったんか。多分やけど、ゲーム上のバグ演出ではなくて、汚い用語を使ったから、こう、ワッツは起きるしかなかったんやな。なんだかクラクラするんですけど、こういうものですか？心配ねえよ。すぐ収まっから。そうだ、ほれ、お目にやるよ。うわ、引き継がれてる。お目見てっと、俺の若い頃思い出すぜ。で、俺がそんなんだったって意味じゃねえぞ。そんな風にビクビクしてる奴がいたんだよ。コリン似合ってる。俺がやってたアクロバット飛行に比べりゃ、そんなのへでもねえよ。いつかまた現役に帰り咲いてやるぜ。今はただの、あれになってしまったんやな。教える人、教育官っていうの。行くか。メメント起動。思い出の品からやから、簡単に飛べそうな感じするな。え？待ってな。まず 50% やろ？もう一個、50% を作らなあかんねんけど、別に同じところに作ったらいいやんか。こうでよくね？ねえ。どんどん行こうぜ。これ、うわーお、書いてくれたんかな、ハリーが。うわー、めっちゃループもだいぶ真ん中に来てる。バリーさん。バリーやった。ハリーじゃなかったわ。まあ、読み書き苦手って自分で言ってたもんな。後悔、プロポーズで5時。うわー。どこが5時ってんの？あれか。ME の部分がミスってんのか。あれが A やんな。ソフィア、ビル・ユー、メリー・ミーで。フィア、僕と結婚してくれ、みたいなので、あの E の部分が、本来 A やからごじってるってことか。うわぁ、これは後悔するかも。うわ。罰か。待って。てよ、あれが罰なんやから、これで待てよ、やばい、変なことした。まずこうや。キュー。行くか。プロポーズした日の記憶なのに、メモリーリンクがたった一つって。あ、これしか、あ、ほんまやな。言われてみれば。まあ、覚えてただけいいじゃない。この辺が記憶障害が持つ原因になったとか？メモリーリンク、いつもは5つとかやったのにね、トゥーザムーンの時は。4つとかが多いなーって思ってたんよね。まったく、飛行機操縦できるくせに、なんで車の免許持ってないの？優先順ってもんがあるんだよ。だいたいフェイのせいでもあるでしょ。行こう、遅刻しちゃうよ。あ、でも笑顔。
こういうのも楽しいのね。プロポーズの日の奥さんより出番多いな、あの子。あの子見てるとなんか心がざわつくのよね。まあまあまあ、エヴァはコリの奥さんじゃないでしょ。だからそういう意味じゃないわ。もういいわ、行きましょう。というわけで、まあ、そろそろフェイから、まあ、フィアに変わる、ソフィアに変わる瞬間っていうのが、まあ、そろそろ来るんじゃないかなと思います。次回に続きます。